今度の選挙は18歳選挙権による初めての国政選挙です。私は若い世代の力で新しい政治の時代を切り開いていきたいと決意しています。若い世代は今あらゆる段階で困難に直面します。大学へ行けば高い学費、何十万何百万という学費は学生には到底払えない金額です。奨学金を使えば借金です。私も高校生から奨学金を借り、今も返済を続けています。40代までかけて利子までつけて返す、それが日本の制度です。こんな国は世界で他にありません。アルバイトをすればブラックバイト、ブラック企業、子育てしようと思えば保育園に落ちる、どこまで行っても自分の力ではどうにも越えられない壁が次々と立ちはだかります。自己責任の問題でしょうか。私は決してそうではないと考えます。政治の姿勢を改めて克服すべき課題ではないでしょうか。自民党や公明党の皆さんは、制度を持続するためには何らかの負担をお願いせざるを得ないと言います。消費税の増税をやってもなお制度の改善はできないんだと言います。しかし皆さん、制度だけ残っても自分で頑張れ、家族で支えろ、こうやってその制度から排除される人たちが増え続けていたら、果たしてこれを社会保障と呼べるのでしょうか。私は質問の中でも、例えば公共事業は民主党政権の時から2兆円規模で安倍内閣は増やしたじゃないかと、なぜ社会保障の予算あるいは教育の予算を増やすことができないのか。トヨタ自動車をはじめ世界で一番儲けているような企業にまで法人税の減税を繰り返す、なぜ企業に対して子どもたちのために社会のためにその力を発揮してくれと求めることができないのかと、そのことを自民党公明党の政府に突きつけ続けてまいりました。議会の多数の力を持って国民の要求の切り捨てを続ける、こんな政治を私は一日も早く何としても変えていきたい、その思いでいっぱいです。共産党はこの選挙で次の2つの目標にチャレンジいたします。第1は、野党と市民の共闘を必ず成功させることです。今度の選挙の対決構図はっきりしてまいりました。安倍首相は自公対民共の対決だと言いますが、違います。本当の対決軸は自公と補完勢力対4野党プラス市民ではないでしょうか。野党が本気で結束し、市民の皆さんと心一つに頑張り抜いて、1たす1が2でなくて3にも4にもなる戦いをやり抜いて、全国32の1人区の全てで自民党を倒し、勝利を勝ち取る決意を申し上げたいと思います。第2に、それと一体に日本共産党の躍進を必ず勝ち取る決意であります。政党を選ぶ比例代表選挙で日本共産党と書いていただく方を広げに広げまして、全国で850万票以上を獲得し、田村智子さんをはじめ9名の全員の必勝を目指します。